はい、どうも皆さん、おはようございます。ポニーキブミのカズミチャです。ちょっとね、最近ね、またバタバタしておりました。僕も全然知らなかったんですけど、MC バトルが終わってるとかいうのが今 SNS で騒がれてるらしくて、で、まあ話題の動画見てみたら、メイフォー君と、ピラフ星人君と、スカイピースっていう YouTuber が戦ってると。何が終わってんのかなみたいな。MC バトルなんかもって、そもそも終わってるし、うん、MC バトルなんか10年前から終わってるよ。MC バトルが一番イケてたのは2005年から2009年ぐらいまでの UMB が一番イケてる。それ以降は終わってる。俺も含めて。で、なんやろね、ネガティブな意味じゃなくて、終わってるっていうのは、ヒップホップっていうのはシリアスであるべきやし、アンダーグラウンドであるべきやし、俺の好きなヒップホップはね。それは別にメジャー目指してとか、トップチャート目指してとか、頑張ってくれたらいいけど、俺は今のビルボードとかにもめちゃくちゃ、魅力を感じへんというか、うん。で、まあなんか、世界で流行ってる音楽とかも、みたいな。それよりかは全然ある程度再生数とか言ってるけど、300万再生ぐらいの動画とかの、PV とかの曲の方が好き。何千万再生とか何億再生とか言ってる PV とかは、大体別に大した曲じゃないというか、でもそういう曲の方が一般の人には受け入れられやすいんよ。普通の人の耳には優しいというか、聞きやすい。キャッチーだから、わかりやすくて。でも深かったり深さだったりだとか、一生聴き続けるんだろうなみたいな魅力がなかったりだとかするのが最近の流行りというか、 TikTok で踊られればそれでいいみたいな、そういうのが流行りの風潮だから、ヒップホップっていうのは、日本のヒップホップとかは、例えばね、メインストリームで音楽で楽曲で流行ってる人もいるけど、 MC バトルも言ったらその一部で、ヒップホップの一部として MC バトルっていうのは今まで勢力伸ばしてきて拡大してきて、で、認知が、世間の認知が広まれば広まるほど、例えば、ね、ブレイキングダウンの選手が FSL に出たりだとか、そんなんて前からあったし、みんなが終わってるとか、そう、ネガティブなことばっかり言ったりとか、バトルの界隈のやつってそういうやつが多い。MC バトル好きなやつとかは、何が良くて何がダメなのかみたいな。それお前のこだわりやんみたいな、そんな感じで見てて何が楽しいんやろとか思うし、俺はやべえ今のだけでよくね、あいつは何々だからフェイクだよねとか、それお前の中だけでいいやん、コメントにするべきことでもないしさ、いちいちそこら辺がもうクールじゃないし、そういうやつが見てるもんやと俺は分かってるし、 MC バトルは。でもそういうやつらの中でもやっぱり気づきがあったら、発見があったら、あっこっちの方が渋いみたいな瞬間があるから、俺はそういうきっかけになる音楽を作りたいというか、だから MC バトルも出続けてるし、だから MC バトルが終わったとしても俺は MC バトルに呼ばれたら出ると思うね。でそれはなんでかって言ったら、多分一流っていうのは多分どのステージに上がっても一流なんよね。例えばね、ないよ、こんなことはないけど、ウィリー・ウォンカがイオンモールでライブやってたら最高じゃない？絶対かますやろ。だから、例えば、じゃあ、DJ ホンダがゴルフ場で伝説のプレーをとかやってても絶対やばいやろ、その DJ。めちゃくちゃ最高やろ。もう分かるやん。オジロザウルスが、釣り堀でライブ、絶対かますやん。そういうアーティストでありたいというか、俺は。別にステージ選ばんとかじゃなくて。まあでも、オジロザウルスはもうドームでしかやらんみたいやけどね。地方のライブとかの小箱とかでは多分やらんのやろね。っていう話は聞いたことありますけど。で、まあそこまで行ったらすごいよ。ヒップホップドリームやね。だから、まあ話はちょっとそれだけど、俺は MC バトルが終わったって言われても、もう、俺が出たくないって思うまでは、俺は出るし、それ、MC バトル出てる理由は別に MC バトル出んでも飯なんか食えてるし余裕やねんけども、 MC バトルがきっかけでヒップホップを知るってやつは絶対おるから、いっぱい。だからそういうやつらに
俺の音楽が刺さったら面白いよねって感じ。なるほどね、自己渋滞やったんやこれ。なるほどなるほど。皆さん事故とか気をつけてくださいね。今台風とか来ちゃってるんで。このトラック悪いな、俺より後ろ来てたのに、なんか俺を抜いて割り込もうとしてる。そうはさせるか。お前は俺の後ろや、ずっとお前は俺の後ろから来てたんや。走行車線から追い抜きはさせん。